人マネコザルは、ハンス・アウグストレイとマーグレット・レイの夫妻による絵本のシリーズである。投稿では後に別スタッフにより制作され、日本でもやはり別スタッフにより、日本語の作品名も変更して翻訳された、お猿の常時についても解説する。人マネコザルは、ハンス・アウグストレイとマーグレット・レイの夫妻による絵本のシリーズであるが、ハンス・レイの死後、この作品を原案にした。 お猿のジョージシリーズがバイパーインタラクティブによって1998年より制作され、差し絵はバイパーやマーサ・ウェストンが担当した。例フ再原作の作品もお猿のジョージとして紹介されることがある。岩波書店より発売日と真猫猿の絵本なお、現著の発行年と日本語訳の発表年は順序が異なっているので、 原著の発行年に従って読まないと、ストーリーが繋がらないことに注意。人間小猿の絵本、人間小猿の絵本ジョージと遊ぼう。人間小猿の絵本、お猿のジョージ人形アニメここでは2006年9月から、アメリカ合衆国の p b s で放送されている、お猿のジョージの TV シリーズについて記述する。日本語版スタッフ米国と日本で放送シーズンや、 放送順が異なる回がある。日本では NHKE テレで2007年8月6日から8月10日、12月30日から12月31日、2008年1月14日に放送され、2008年4月5日からレギュラー放送を開始。当初は土曜の8時から8時25分に放送されていたが、2010年度より8時35分から9時の放送になった。 シーズン1、シーズン2、シーズン3、シーズン4、シーズン5、シーズン6、シーズン7、シーズン8、シーズン9、シーズン10、シーズン11、シーズン12、キャラクター名の表記は、左側は日本語名で、右側の括弧内は、英語名。声優の表記は、左側は日本語吹き替えで、右側は言語。主要人物2012年頃から、字幕放送を実施。色はジョージが、黄色。 黄色い帽子のおじさんが水色、語りが緑色。街に住む人々とても寛大な、正確な女性で、ジョージによって庭をめちゃくちゃにされても、ジョージがペニャータをうまくできなくて落ち込んでいるといのスティーブに慰め役をさせる。田舎に住む人々動物たちこのアニメには、ジョージ以外にもいくつかの動物が出てくる。動物たちの声は、ジョージと同じく言語版流用である。 その他、ゲストキャラクター人動物たち映画作品一覧、お猿のジョージ、基本設定は同じものの、細かい部分は大きくアレンジされている。原作では、ジョージの振る舞いを黄色い帽子のおじさんがフォローしていたが、この映画では、博物館の学芸員のテッドのダメ人間としての、振る舞いをジョージがフォローする形式になっている。劇中年度も公開時に再設定され、 携帯電話や立体映像が話に組み込まれているが、一方で、ジョージがタコや、風船やロケットに乗るなど、かつての絵本からのオマージュも組み込まれている。また、基本は手書きだが、無生物の部分には、CG もかなり使用している。登場人物キャラクター名の表記は、左側は日本語名で、右側のカッコ内は、英語名。声優の表記は、左側は日本語吹き替えで、 右側は言語。ロケットコザルはソビエト連邦の人工衛星スプートニク2号が発射される少し前に刊行された。4年後の1961年にアメリカのマー・アキュリー計画でチンパンジーのハムが弾道飛行で生還した。なお、アメリカはそれ以前より猿を乗せたロケット実験を行っている。人真コザル、病院へ行くわ。 ボストンの子供病院が執筆に協力。日本語版オープニングでは、ジョージがページをめくる時の声がオリジナルと少し違うが、担当は同じである。原作でも、コザルはすぐに約束を忘れますと説明されている。ロケットコザルで契約書にマルインで署名するシーンがある実際に、アフリカに生息する猿は、ほとんどが長い尻尾を持っており、アフリカで尻尾のない猿は、 アフリカ北部の地中海方面に生息するバーバリーマカク及びチンパンジーゴリラボノボといったルイジンザルだけである。しかしジョージと黄色い帽子のおじさんが最初に出会った場所はアフリカのジャングルであることから少なくともジャングルに生息していないバーバリーマカクはジョージのモデルではないことになる。また原作ではジョージのことを英語でモンキーと表現しておりルイジンザルを意味する。 エープの名では呼ばれていないことから、ジョージは、ルイ・ジンザルでもないことになる。原作では、具体的な本名の設定はない。レモネードはいかがより、ポイポイアートより、サルウィダンスより、リンゴリンゴリンゴより、新聞デスより、夏の雪なるまより、ピッカピカーより、ビックリパーティーより、砂のお城より、ウサギとかくれんぼよりお猿のジョージに関するカテゴリー。ありがとうございます。